なぜだ。なぜ白木付きの落とし子たちは私の邪魔をする。私は白木付きと一つになりたいだけなのに。白木付きもなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白木付きを変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい。絶対に正しい。間違っているのは白木付きの方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。エンジン出力低下。このままではクロノブレイクキャノンへのエネルギー供給がストップします。指令、攻撃衛星5機こちらに突っ込んできます。くれるじゃないか。このだろうね、私の司令官殿は。あんたの背中は私が守ってやるって言ったろ。さあ、目の前の敵に集中し。
ハッピートリガー、エルシオール周辺の敵を一掃していきます。タクト、今だ！クロノブレイクキャノンを！エネルギー 100%、充填完了です。発射準備、照準合わせ。目標、黒き月。クロノブレイクキャノン、発射！終わったな。黒き月は消滅したんですね。やったやった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。この戦いもついに終わったのです。白き月から通信です。マイヤーズシル、よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。何、このぐらいどうってことないさ。タクトが無事でよかったよ。あらあら、仲がよろしいですこと。そう思いません、ランファさん。そうね、羨ましいわよね。ま、言いたい奴には言わせときゃいいさ。本当のことだしね。さん、すごい大人の余裕って感じですね。そうなのですか。さあね、やっぱりこの前の医務室に何かあったんだ。だけど何があったのか教えなさいよ。興味深いです。悪いけど人に言うようなもんじゃないよ。スルガかな。つまり二人だけの秘密にしたいことがあったと認めるわけですよね。これより
叙勲の儀を執り行う。まずはタクトマイヤーズ前へ。マイヤーズ、この度は誠に大儀であった。そなたの働きでトランスバール公国は救われたのだ。今日はやけに素直だな。そんなことだろうと思った。実は私も同じことを考えていたところだ。大事な儀式の最中に雑談などしていただいては困りますな、芝陛下。分かっている。先を続けてよいぞ、ルフト宰相。予算がタクト、宰相閣下などと呼ばれるとむずがゆくなるわい。そうだ、私も堅苦しい呼び方をされるのは好かん。それはそうだが、いや、あの場所に再建はせず、この仮設宮殿にそのまま移転しようと思っている。失ったものを取り戻そうとあがいた男がどんな末路をたどったか、この目で見たからな。そうだ、それよりは新たな場所から新たな一歩を踏み出そうと思うのだ。ああ、お取り込み中のところ失礼します。そろそろ式典の続きに戻っていただけませんか。後が使えているんですが。しらじらしくとぼけるな。さっきからいただろうが。パーティーもいいが、任務も忘れるなよ。お前は新たに結成された辺境調査隊の司令なんだからな。また面倒な仕事を頼むことになるな。そうか、気をつけていくのじゃぞ、タクト。エオニアの掲げていた目的をこの私が実行することになるとは思ってもみなかったがな。私はここに誓おう。広告の未来が万民にとってより良きものとなるよう最大限の努力をすると。よろしく頼むぞ、マイヤーズ。そなたが元気に帰ってくる日を待っている。出発ですね。タクトさん、今まで本当にありがとうございました。タクトさんと一緒にいてすごく楽しかったです。辺境調査に行っても私たちのことを忘れないでくださいね。私たちがいなくなってもしっかりやるのよ。そういうとこが心配なんじゃない。まったく、まあタクトらしいといえばらしいけどね。辺境調査は気の長い任務と聞いていますが、もし途中で退屈になったらいつでも白き月にいらしてくださいね。いいえ、お礼を言わなければならないのは私の方ですが。
世の中にはタクトさんのように常識にとらわれない奔放な方もいらっしゃるということに気づかせていただきましたから。お世話になりました、タクトさん。はい、タクトさんと過ごすうちに少しずつ自分が変わってきた気がします。俺が付き合えるのもここまでだ。無事を祈ってるぜ、タクト。それはこっちのセリフだ。お前こそ覚悟しておいた方がいいんじゃないか。新しい副官はきっと俺よりも手強いぜ。ま、お前らのことだから心配はしてないがな。そろそろ時間だ。じゃあな、タクト。遅いじゃないですか、マイヤーズ司令。さっきから副司令がお待ちかねでしたよ。はい、出航の許可をお願いします、マイヤーズ司令。エリシオール発進。了解。エルシオール発進します。いや、なんとなくね。タクトと最初に出会った時にはこんなことになるとは想像もしてなかったからさ。夢じゃないさ。ずっとそばにいる。タクトが望むならいつまでも。ありがとう、タクト。あんたの人生という旅に私も付き合わせてもらうよ。もちろんさ、二人一緒なんだもの。これからもよろしく、タクト。
にょ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 、ブロッコリーにょ。